撮影風景。画面左側前列に、リートリス・ジョイとウィリアム・ロバート・ダリーがおり、画面中央には監督、アービン・ウィラットがいる。撮影スタッフが映っているほか、サイレント映画であるにもかかわらず、撮影現場に、バイオリン奏者が用意されていたことがわかる。ヒナの我が家は、サイレント時代の1920年に公開された、アメリカ合衆国の映画で、アービン・ウィラットが、脚本、監督、 制作し、リートリス・ジョイとジェームズ・バローズンが主演したドラマ映画。ウィラット監督にとっては、独立プロダクションを立ち上げた最初の作品であった。この作品は、FN ウェストコットの小説、ダブニートットを原作としている。この映画は、独立系の映画配給事業者であった、WW ホドキンソンによって配給された。本作は、リートリス・ジョイの初期主演作の中では、 失われず、アメリカ議会図書館の所有となった作品の一つである。本作は、ioffer.com から DVD 化されている。ニューイングランドの田舎町で、若い娘ナンスは飲酒に溺れる父親を支えながら、なんとか父の飲酒癖を改めさせようとしていた。青年ダブニートッドは、そんな彼女に思いを寄せていた。ありがとうございます。